この先は第三中高のロビーよ。中央の広場で交戦中だ。俺たちは援護しつつ奥へ進行する。ラジャ、いよいよ本番ってわけか。スーツの調整は万全よ。パイロットも万全だ。実況者も万全だ。では、はいどうも、トワイスです。今回もバンキッシュやっていきましょう。今回もまあ、アクト1ミッション3巨人ということなんですが、まあ、なんでしょうね。次のチェックポイントまでやっていきましょう。狙いずれ。味方が到着しちゃったな。できれば来る前に片付けたかったけど、そううまくはいかないというところですかね。はい。まあ、ドラム缶は使わないと。あれ？今味方やられた？そんなことはないよな。ほっ。よし、いいね。一応相手も人型なので見ていますか。ヘッドショット判定はあるんですよね。で、ここに登るとスナイパーライフル。まあここまでは覚えてますね。で、この輸送船破壊してもいいんですけど、ちょっと手間なので、まあ、なんでしょう、奥の敵からやっていきましょうというところなんですが、邪魔が入るので蹴ります。はい。まあ、アサルトライフルは基本どんどん手に入るので、どんどん使っていきましょう。で、後ろから敵が出てくるまで若干時間があるというか、なぜか後ろから出てくるので、とりあえずそれまでは出てきてる気がする。ほい。このスナイパーライフルの格闘の回し蹴りがすごく好きだったりします。シンプルイズベストでね。さて、じゃあ銃座が邪魔なのでガードされた。ほっ、よし。あと銃座はあっちか。お、ドラム缶ちょっと外しすぎかな。 OK。 で、あとはあのロボットですね。あれはうまく破壊すればあれ乗れたりするので、うまく破壊していきましょう。お、こっちはもう味方がやってくれてるのかな。じゃあ、あとは、これはもう弾数が切れるまで打ち切っちゃって、空間ディストーション反応来たか。まさか、物質転送か。物質転送といって、援軍がああいう風にテレポートしてきたりしますね。まあ、あれは、援軍が来た瞬間に、あ、しまった。弾切れか。あれは援軍が来るところにあらかじめグレネードを投げておくという人もいるみたいなんですけど、私そんな高度なテクニックできないです。はい。さてと。じゃあこの辺で、そろそろスーツの機能を使っていきましょう。前に出すぎよ。EMP エミッター。EMP グレネードですね。スーツの機能として、回避した後、狙うをやると、こういう風にスローモーションになります。ブーストゲージを消費して、まあ、AR モードというらしいですが、こうスローモーションにして相手を狙いやすくしたり、相手からダメージを取ったりということもできます。上の通路は他にないのか。ないんだよね。ここを突破するしかないわ。で、この今ロボットに乗りましたが、この後ろから敵が出てきますので、よし、行くぞ。操船開始。狙っていきましょうか。この辺の敵めんどくさいんですよな。ほら、後ろからでかいのが。だがこれがあれば簡単。はい、 OK。 あ、弾切れちゃった。まあ弾切れはいいとしてだ。で、アサルトライフルは育ちにくいので、アップグレードアイテムはできるだけアサルトライフルに回しておくと。よいしょ。まあ先に周りの武器を拾ってきてもいいんですけど、まず殲滅しましょうか。はい。で、こっちに、はい、オールクリア。上にメインゲートがあるわ。そこを開放して。バンズ、何人か貸してくれ。おい、お前たち、サムについてけ。残りはここで援護する。敵クリア、オールクリア。
まあクリアするのはありがたいことなんだけど、だちょっとね、後方より敵輸送機2機接近中。こういうの拾っていきたいんですよね。さあ敵の増援が来ましたので、まあメインゲートに向かおうとしていましたが、私は下に降りましょう。おお、たくさん落ちてる。いいね。で、私がやりたいことがありましてですね、この輸送機が出てくるので、ここで殴る。くそ、失敗した。阻まれたぞ。くそ、これ出されるかな。内側から格闘でですね、輸送機を破壊したかったんですが、くそ、ダメか、阻まれるな。残念、今回は諦めましょう。おとなしく倒そう、敵を。よいしょ。じゃあまあカバーしておいての、まあカジュアルなのでそんなに苦戦することはないかな、この辺のステージでは。ただしっていうなら、私のエム力がない。おっと、出てきたな。そんなとこにいたのか。下方より巨大な熱源が接近中。詳細なデータを頼む。データ照合完了。おそらくロシア軍のアルゴスだわ。大量破壊兵器として規制が議論されてる代物よ。でかい銃を持ってからよかったぜ。ふっ、うっか。モノコグ構造のため外装部の強度に問題ある。強度を犠牲にしてペイロードを取ったの。腐って、うおー。攻撃に特化して守りが手薄だな。なら撃ちまくるしかねえな。さあ撃ちまくっていきましょう、的確にな。おっと、アサルトライフル出してくれた。さあこいつの攻撃は一撃がかなり重いので、できるだけ食らわないようにしつつも、うわ、撃たれた。あの光ってるところがありますよね、あのあそこが、うふ、あそこが一応弱点というか、ひるませるポイントとなっておりますので、どうしようかな。まあいっか、とりあえずダメージを与えるには、あのコア、ここですね、砲塔のちょうど上の部分、ここを攻撃すればダメージは通りますが、まあ効率よく狙うためには、足を狙ってまあちょっとひるませておくと、そういうこともあるということですね。まあうまく説明できないので申し訳ありません。うわちょっと待って、食らいすぎ食らいすぎ。まあこういうのを攻撃するときは、こういう風に AR モードを使った方がいいですね。ということです。おー、危ねえ。おっ、危ねえ。この回避結構有能ですからね。おっ、一応 HP は FPS 式と言いますか、まああのオーバーヒート中に大きくひるまされると終わりみたいな、そういう感じです。お、あ、やべ、逃げよう。まあとりあえずアサルトライフルの弾が足りそうなので、これでやっておきましょう。まあなんで、あの足を破壊せずにさっさととどめを取るかっていうのは、この後わかります。お、とどめじゃで、あれ食らってねえ、ちょっと外してる。やっぱ高いとこから狙った方がいいか。あれ、なんか食らってないな。向きをこっちに向けてないとダメか。あ、でも撃ってくるよね。大丈夫、間に合う間に合う。オッケー、いって間に合わんかった。で、破壊されるのはいいんだけど、確かここで、そうそうそう、全方位ミサイル射撃が来るので隠れておきましょう。いけ、タバコでも吸っとく。で、変形し始めたわ。はい、というわけで第2形態大型レーザーを撃ってくるよ。なんですよね、これが厄介なんだ、まったくも。さあ変形完了しましたけど、まあ倒し方は、攻撃方法は変わりますが、倒し方は変わりません。
で、ここで足を狙っておきたいんですよね。やべ、リゾート入った。やばい。お。お。いけ。あぶね。じゃあまあまあ、ひるませていきましょう。確かこう。よし。まず一回。胸部にあるコア状の部分が見える。はい、これが弱点ですね。そこがジェネレーター。いけ。聞いてる。分かってる。あの輪っかみたいなのに当たると、あのオーバーヒートしてしまうので、まあ注意しようがないですが、注意した方がいいですね。さあ足は倒したが、うん、怖え。ほっ、あれ基本的にこっち狙ってきてますからね。ほっ、あとなんかバルカンみたいなので撃たれてますけど、なんでしょう、わからない。上の方に潰し忘れた砲塔でもあったかな。よし、じゃあとりあえず足から狙っていって、ほっほっ。アサルトライフルは多分その辺に落ちてるんで、まあとりあえず打ち切っちゃいましょう。よし、両足 OK。 まあ足を壊したからといって、なんでしょうね、何か機動力が落ちたりとか、そういうことをするわけではないですけどね。まあ勝てそうだな。本当は銃座で決めようかなとか思ってたんですけど、これは大丈夫そうですね。おっ、銃座で V 破壊狙ってもいいな。うん、よし。おっ、あーギリギリ狙えないか。いや狙える、大丈夫。もうちょい一回リロード挟んといて、ほほ、あーダメか。おっ、そこだ。オッケー。そう、ボス戦だと V 破壊するとたまにこういうのが入るんですよね。回って回って、こっちか。いってー失敗した。もう一回破壊し直さなきゃダメか、これは。あー見たいですね。これはダメだ。お、倒れた。どうしようかな。反対の腕もいっちゃおうかな。まあ今のうちに武器取っといてもいいですね。ヘビーマシンガンとか使ってないので、ほっ、こっちの腕をまずもらったぜ。おっ、オッケー。まあこれで両腕両足ってところか。あとは顔も破壊しとこう。あー合わない合わない、弾切れ、つらい。あの目の部分しか攻撃できないですからね、顔は。おっ、オッケー、顔も破壊。さあこれでコアが出っ放しになるはずなんで、とはいってもこれで終わりですね。はい、さようなら。よいしょ、余裕のタバコ。えっ、うん、まあスコアはこんな感じですね。ちょっと時間かけすぎたような気が。いやーにしても腕破壊するの失敗しちゃったな。あれ決まればかっこよかったんですかね。目標クリア、やったわね。なんとかな。休んでる暇はない。
先を急ぐぞ。分かってるさ。じゃあちょっと悩んだんですけど、次のチェックポイントまで行きましょう。全員メインゲートから進め。なお後続が来るまでゲートは閉めておく。まあというわけで、ちょっと武器をのんびり集めつつですね、この辺にヘビーマシンガン、ショットガン、ハンドグレネードぐらいかな。寂しいですね。あんまり武器が残ってないというか、出てないというか。もうちょっとザコも倒していけばよかったかな。ほい。あ、まだ宝箱というか箱がある。ほい。これはなんだ、アサルトライフ。悪くない。いや、ありがたいですね。武器を取るとですね、まあ弾数が満タンの時はランクアップしますけど、弾数が一発でも減ってれば、あの満タンまで回復させてくれるので、ありがたいですね。さっきの物質転送システムは人間兵士に使えないのか。まだダーパでも研究段階だ。人体実験はまだか。ガラスケースと融合した哀れなマウスを見たぜ。あんたなら実験体になってくれるのか。ふっ、ゾッとしねえな。無茶な実験はできない。あと3年はかかるだろうな。この先で友軍と合流できそうよ。座標を送るわ。分かった、全員ついてこい。まあ今しれっとショットガンをスナイパーライフルに変えましたが、わりかしですね、このゲームちょっとショットガンよりもスナイパーライフルの方が強いですし、私あのとは言っても格闘中なので、ショットガンよりもあの思いっきり格闘っていう感じの武器があるんですよね。だからちょっとそっちを使っていきたいので、今回ショットガンの出番はあまりないかもしれません。 RPG が奥にいるから、まずそいつからだよな。普通はこっちからも撃てるな、 RPG。お前か。で、上にもいるのかな。こっから見えた。外した。ちょっとスナイパーとしてはヘタレですね。さて、こっから敵は正面にいるはず。邪魔だ。いた。まあまあ遠くからこうやっていくのもありじゃないですか。バーンズさんすげえ特攻してるな。大丈夫なのか。こっからは見えない。こっち特に何もないか。一応マップに武器の位置を出してくれてるので、それはありがたいですよね。こっちに3人いるんだよな。銃座か、あれは潰しておかねば。ほっ、あとはここの正面にいるんだけど、上かな。じゃあなさそうだな。移動してる。てかお前か、お前一人だったら全員。お、あーショットガンか。おいしそう。あーでもスナイパーライフル3発しかないですしね。ショットガンでいいか。この辺何もないか。後ろの方になんか、あーなんかあるな。なんかあるというか、これですよこれ。まさかこんな序盤で手に入るんだ。ディスクランチャーですね。まあ見ての通り、あのノコギリを打ち出すものなんですけど、ノコギリを打ち出すものなんですが、武器によって格闘方法が違うって言いましたよね。私もうお分かりでしょう、察しの言い方なら。まあまだ使いませんけど、使おうかな。もう使おうかな。なんか面倒になっちゃった。はい、あったいるね、使おうか。てんおい。こういうことです。ちなみにこのディスクランチャーの格闘は、ランチャーの弾を一発消費する代わりにオーバーヒート状態にならないという、かなり強力な格闘攻撃となっております。お、でかいの出てきたね。これは若干無理してでもあいつに格闘をかましたいですね。
大工の。じゃあまずは周りの邪魔なやつから。1体2体そして、ああダメだ、こっちから。 OK3 体。さあ行きましょう。隙だらけだぜお前、くらえ。はい、まだまだ。お、やべ、捕まってる。よいしょ、次。お、はい、はい、気持ちがいいですね。足にしとくか。はい、次。まだいるかい。あ、いるな、裏に。へい。甘いな。お、やべ、破壊しとこ。で、いや、相手の自爆攻撃を食らうと一撃で瀕死になりますからね。これは厳しい。ショットガンか。どうしよっかな。ディスクランチャーは持っておきたいんですよね。ちょっとどんどん進化させたいので。じゃあちょっと武器集めをして、今回は次のチェックポイントで終わりましょう。この辺はスナイパーライフル。で、向こうにショットガンを置いてきたから、あとは何もないか。うん、なさそう。お、宝、宝じゃないや、箱がありますね。へい。あー、若干面倒ですけど、ちょっとスナイパーライフル取っていきましょう。ランクアップさせることに意義がある。このランクアップはちょっと怠ると後々大変というか、あの、厳しいことになりますので。じゃあこれで、まあ、ランクはアップしませんけど、若干武器が、武器の強化度合いは一度捨てても、戻ってくるというか、また手に入れ直せば同じ段階からスタートになりますので、そこから育て直すことが可能ということですね。んで、スナイパーライフルでいっか。すいませんね、優柔不断で。じゃあ行きましょう。ウィスキーゴ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 ー。バズ、見てみろ。あれは俺たちをおびき寄せるための餌だ。分かってる。何人助けるのに何人犠牲にする気だ。じゃあ俺がやる。お前たちは敵を倒すことに集中しろ。まあというわけで、あれらを助けなきゃいけないわけですわね。まあスナイパーなら安全に助けられるだろう、ある程度は。やっべ、今味方撃っちゃったかな。あー、出てこねえな。おい、円矢で出てきて、円矢で。よ、向こうにもいるよな、そりゃ。まあこの距離でスナイプったってな、たかが知れてるだろうな。さあ、あんまりウッカウカしてると味方がどんどん死んでしまうので、とりあえず見える敵はどんどん倒していきましょう。敵の輸送機が接近中。それはやばいな。ドガンに変えてもいいな。いけ。で、この端末を操作して、その後に近くで吸収していく。ジャパネットで買ってみたらどうだ。メタ発言というか、ネタ発言というか、ジャパネットに売ってるんですかね、あんな電気拷問器具みたいな。あー、どんどん来るな。どうしよっかな。えい、よし、これで終わり。じゃあショットガンがこの辺にありましたよね。持ち替えていきましょう。お、アップグレードか。まあいいかな。ほい、こっちには気づいてないか。敵が赤い目になった時はこちらに攻撃、主人公の方に攻撃をするということなので。まさか助けに来てくれるとは思わなかった。オッケー、すまん、助かったよ。
ショットガンのお ESP の向こうに一つ何か落ちてるな。で援護か、別にいいんだよな。これでもさあギリ間に合わなかった。はい、 OK。 まあこんな感じで倒して手に入れて感謝する。他の連中はもう助けてくれたのか。ああ、よかった。俺は最後まで楽しみたわけだ。頭おかしいんじゃないのか。ゲートが開いた。その奥にエレベーターがあるはずよ。全員聞いたか。ゲート奥のエレベーターに向かえ。というわけで助けたはずがなぜか楽しんでらっしゃったということですね。はい、まだいたろ強そうなやつが。ほっ、オッケー、硬いね。よっ、さてと、輸送機が来たということは、そうだよな、どんどん出てくるってことだよな。まあでもこの辺の敵は柔らかいから、よし、まあこんくらいにしといて。フリーエイム、オッケー、大丈夫です。はい、ヘビーマシンが万全だ。あ、まだ輸送機いるかな。輸送機がそっちに来るか。あーでもなんか落ちそうだな。倒せるか。よし、オッケー、オールクリア、強敵クリア。マジか、こんな目の前で。あ、生きてた。武器の取り逃しはないかな。大丈夫かな。ちょっと一応確認だけしていきましょうか。いやー、ブーストダッシュは早いですね。ただこれブーストダッシュ状態、前ブーストしちゃうと後ろブーストできないって言いますか、左右旋回でしか移動ができなくなるので、ちょっとそこだけ注意という感じですかね。ここは特に何もなしか。さあ、OK ということで、では今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。